こんにちは。先日動画にしましたが、オリガミペイのキャンペーンでミニストップで使える500円クーポンと100円クーポンをゲットしました。早速これを使って買い物をしてきました。今回はオリガミペイのキャンペーンでゲットしたクーポンを実際に使った時の感想などをお伝えしたいと思います。先日動画でお伝えしましたけれども、オリガミペイのキャンペーンでミニストップで使えるクーポン500円と100円を手に入れました。このクーポンの詳細はこちらになっています。もう100円のクーポンはなくなってしまっているんですけれども、500円のクーポンはまだ手に入るようです。まだ手に入れてない方はお早めにどうぞ。クーポンの使い方をこちらで示したので、ちょっと見てください。今、折り紙ペイを立ち上げました。クーポンを使うには、スキャン支払いもしくはコード支払い、どっちかを選びます。例えば、スキャン支払いを選んだ場合は、スキャン支払いを押して、次に、クーポンを選択するを押します。で、実際クーポンが、ここは今ないですけども、クーポンがあるので、クーポンを選んで、戻ります。そして、支払います。またはコード支払いの場合はコード支払いを押して、また同じようにクーポンを選択します。で、クーポンを選んでからまた戻って、レジで、スキャンしてもらいます。以上です。私の自宅の近く、歩いて大体500メートルぐらいのところに、ミニストップがあります。そこに行って、これらのクーポンを使ってきました。こちらがその時の領収書になります。買い物に行ったのは10月27日と10月28日です。10月27日の買い物ですけれども、アセロラドリンクを1つ120円、グリコビッグプッチンプリンを3つで420円、税抜きの合計が120プラス420で540円になります。税込み合計は 540×1.08 で583円です。で、ミニストップの場合はキャッシュレス還元がそのまま値引きされて、583×0.02 の11円が値引きされます。さらに500円クーポンで500円が値引きされます。ですので、総支払い額は583円-11円-500円で72円となりました。次に10月28日の買い物です。10月28日はアセロラドリンクを1つ買いました。120円です。ですので、税抜き合計が120円。これに、税が、税が8%ですから1.08倍で、税込み合計が129円となります。キャッシュレス還元は 129×0.02 で2円です。これに100円クーポン、で100円が値引きされます。ですので、支払い額は 129-2-100 で、27円となりました。クーポンを使ってみての私の実際の感想です。クーポンを最初に選択して、スキャン支払いやコード支払いを選ぶと、クーポンが選択されてないことがあったので、クーポンを使う場合ですね、先にスキャン支払いやコード支払いを選んでからクーポンを選んだ方がいいです。また、同じ店でもある時はスキャン支払いだったり、ある時はコード支払いだったりするんですよね。私が実際に使った場合はそうでした。ですので、レジで折り紙ペイで支払う時にですね、店員さんの方にスキャン支払いかコード支払いかどちらのかを聞いた方がいいと思いました。そうすれば二度手間になることはありません。他のスマホ決済でもそうなんですけれども、クーポンを選んで使うっていうのは少し面倒だなと思います。本来なら自動的に選択してくれる方がいいですよね。特にレジで他に待っている人がいるとき、スマホでいちいちクーポンを選ぶっていう時間もかけるのをちょっと気にしてしまうんですよね。スマホ決済自体はですね、慣れてしまえば特に難しいことはありません。ただ、クーポンがもらえるとつい買い物をしてしまうなと思いました。ですので、
場合によっては無駄に買い物をしてしまうかもしれません。ですので、この点にはちょっと気をつけた方がいいかもしれません。以上で今回の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。